だいぶぐっと寒くなりました。金沢でございます。今日はですね、大好きな金沢で、私が多分一番大好きなお寿司屋さんへ行きたいと思います。風情があるね、この辺りも。というわけで、今日は、私の大好きなお寿司屋さん、金沢のですね、予約の取れないお寿司なんですけれども、乙女寿司さんでございました。私は一応来月も来ますので、年内のご挨拶はせずに帰ってまいりました。本当美味しかったです。香箱ガニもいただきましたし、大満足でございます。今週もご視聴どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。ピスタチオもいただきました。